はい、こんにちは、ついのチャンネルのなおです。今回は久しぶりに海、オフショア釣行の動画になりますね。久々ですね、動画としてあげるのは。普段はね、生釣りの動画ばかりを YouTube に上げているんで、生釣りの YouTube チャンネルかなと勘違いされる方も多いんですけども、僕自身はね、フリースタイルです。YouTube でも基本、魚種を選ばず釣りをするという、コンセプトでやっております。たまたまね、生釣りがね、身近でやりやすいので、釣行回数が多くなってるっていうことなんですよね。はい、ということでね、今回は食べて美味しい魚を釣りに行きます。もう準備してて分かりますよね。このエギを見たら分かると思うんですけども、今回ね、前半狙うのがタコです。食べて美味しいタコを狙っていきたいと思います。で、後半はね、今最近流行りの、アマダイ、白アマダイですね。アマラバっていう釣り方で白アマダイを狙っていきます。タックルはね、海用のタックルも一応用意はしてあるんですけども、普段使ってるナマズタックルの流用で、アマダイ、タコ狙います。前半はね、ジギング用に買ったね、スピニングロッドがあるんですよ。めちゃくちゃ強いロッドなんですけども、遠征が行く時間がなくて、ほとんど使ってないロッド。とりあえず入魂したいので、タコ釣りに、導入することにしました。まあ、普段はね、スピニングでする釣りではないかもしれないですけども、まあ、これぐらいのパワーがあれば、スピニングでも全然タコを釣ることはできますね。そしてタコ釣りってね、結構地味。ボトムにつけてルアーを上下に動かす感じですね。ポンとつけて水深の変化で、ラインを出したり巻いたりピンをして、とにかくボトムからルアーを離さないように意識しています。地味ですね、これ。トン、トン。絶対ベイトの方が入れやすいです。まあでもスピニングでも全然、できますね。で、当たりがなかったら、まあ、ポイント移動して、同じことの繰り返し。釣り方は地味ですね。はい、スピニングでやってるんですけども、ここボトムを取って、ちょん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 してるんですけども、ここ、掛け下がりのポイントで、なぜかこう、ボトムがなかなか取れないので、こう、ね、取り直して、トン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 やってると、ここでね、違和感を感じるんです。トン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 としてると、あれ、ボトム取れないなぁと思って、ホールして、ここで違和感感じるんですよ。あれ、なんか引っかかってるなぁと思いながら、ぬーんと、これ、当たりです。乗った？タコヒットでございます。おかっぱりではね、最近なんか漁業権みたいなので、タコ釣りも制限されてることが多いので、まあ、船に乗ってね、タコ釣りをすることがね、一番安心かなと思います。そしてやっぱり見てください、これ。これ、小さい方だったんですけども、こう食べ応えのありそうないいサイズですね。はい。これで一応、ジギングロッドの入魂は完了です。はい。そして、まあ、入魂が完了したので、ベイトロッドに持ち替えてやっていきたいと思うんですけど、これ、グリップはね、変えてあるんですけども、普段、ナマズ釣りによく使うロッドとリールの組み合わせですね、これ。重い仕掛けを巻き上げるので、ハンドルはね、シングルハンドルに交換してあります。ロッドは、番手としてはワールドシャウラーリミテッドのね、1652R。リールはアンタレス DCMD ですね。
これクラッチ切ったも押さえてボトムを常に取りながら動かせるんで、圧倒的にベイトリールの方がやりやすい。重りが根に引っかかったりするんですけど、そんな感覚があったら迷わず、タコだと思って合わしに行きます。いや、ここでねワードシャウラリミテッドを選んだのはやっぱり感度がいいのかなと思って、選んだんですけども、まあ、全然スコーピオン1652でも、1602でも普通のワールドシャウラでも全然代用はできると思います。はい、これトン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 しててちょっと竿先を気にしてほしいんですけども、今リズムよくね上げてる時に竿がグーって曲がってるんですけど、フッと抜けるんですよ。はい、慌てて合わせる必要はないです。これちょっと聞いて乗ってるかなーって聞いて、あー乗ってるなーで合わせる。乗った、船長ヒット。スローでちょっとスイープ気味に合わせる感じですね。見てください、これワールドシャウラリミテッド、いい曲がりしてます。ちょっとマシになった。ちょっとマシサイズ。やったー。でかい、でかい。釣れたー。これ怖いなー。もつ嫌やな。はい、これが 1.5 キロありましたね。いいタコでした。まあタコをね2匹釣れたので、まあ十分すぎる釣果なので、はい、次の釣りに行きます。はい、今度はアマラバですね。普段ね、バス釣りで使ってるメインのタックです。21アンタレス DC に、ワールドシャウラ1651ですね。生釣りにもよく使うロットですね。去年の12月はこれで70アップのナマズをね、ごぼう抜きしてました。ここ数年異常に釣れている、もともとね、幻の魚と言われた白アマダイなんですけども、もともとはこれキロ数万円。大きい両型なら10万円すると言われるぐらいね、高級な魚で珍しい魚だったんですよね。今はねちょっと潮が効いてなくて仕掛けがねまっすぐ上下に落ちてるので、潮が効き始めるとねこう仕掛けが斜めに入り始めて、そうなったらね一番よく釣れる感じになります。白浜ではねほぼボトムにおるので、角度がつい、仕掛けに角度がついた方がね、あのボトムから離れにくいのでよく釣れます。で、白アマダイの釣りって普通のタイラバと何が違うのっていう疑問なんですけども、まあ、ここ水深がまあね、深くても60m、浅くて40m ぐらいのところで釣りをするんですけども、タイラバの重りがね 150g です。ボトム、低質なボトムにドンと埋め込むぐらい落として、そっからゆっくりデッドスローでぬるぬるぬるっと巻き上げて砂煙を上げるような感じで、アクションをさせるというか誘うっていうことをすればね、アマダイはちょっと釣れやすいかなと思います。この時はね試行錯誤してなんか早く巻いたり遅く巻いたりもしてるし、結構ね、巻き上げたりもしてるんですけど、正直ね5回転ぐらい、もう斜めになったらもうそこをズルズル引いてもいいぐらいの底狙いで大丈夫です。で、今回お世話になっているヘイヘイシップさんなんですけども、今回動画ではねちょっと紹介できないんですけども、ヘイヘイシップ公安リグって言ってね、ちょっと秘密の仕掛けがあります。これを使えば超過3倍ぐらいになると思います。はい、潮が効いてきたら釣れると言いましたけども、竿先を見てもらったら分かるんですけども、だんだんこう斜めに船下に入っていってるのがわかると思うんですけども、はい、ここで、はい、コン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 、はい、当たりです。もうボトムですね。ボトムをズル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 と引きずったところにバイト。これが白アマダイの当たりです。で、意外とよく引く。
はい、これが幻の白アマダイですね。なんかこの白アマダイすごく綺麗でした。最近はね、幻でも何でもなくめっちゃ釣れてるようです。で、すごい美味しいので、ぜひね、興味のある方は、釣ってみてください。今回は撮影も兼ねてたので、船長おすすめのね、港湾リグっていうのは使用せずに、釣りました。船長港湾リグを使ってた方は、2本3本と釣ってる方もいました。気になる方は、ヘイヘイシップの方にお問い合わせお願いします。